バンクオブアメリカプラザはアメリカ合衆国ジョージア州アトランタにある超高層ビルアメリカ合衆国の代表的な金融業銀行であるバンクオブアメリカの所有高さは317メートル55階建て米国内ではシカゴとニューヨーク以外で最も高いビルである設計はケビンローチ頂上部には オベリスクのような27メートルの先頭があり、金箔で覆われている。全体として、クライスラービルディングのようなアールデコ様式のビルである。300メートルを超えるビルであるが、完成までに経った14ヶ月間しか要さなかった、ことも話題になった。計画時には、シチズンズサザンナショナルバンクの本社として予定されていたが、年に CSNB が、 ソブランバンクと合併し C&S、ソブランと解消後、さらにノースカロライナナショナルバンクに買収され、ネーションズバンクに解消したため、1九9二年の完成時には建物の名称はネーションズバンクビルディングとなった。その後、ネーションズバンクはバンクオブアメリカを九州合併し、合併後の名称をバンクオブアメリカとしたため、ビルの名称もバンクオブ、 アメリカプラザと解消された。ありがとうございます。